はい、今回のスタート地点はですね、宮田通りですね。宮田通り踏切の前からですね。ちょっと待ってくださいね。今日はですね、11月の14日。時刻はね、2時36分です。ここを直進するのは久しぶりですね。いつも右の宮田踏切から出たら、右折してたんだけど、本当久しぶりです。正面に行くのはですね。あったかいですね。今ね、暑くはないけれども、あれですよ。ちょっと待ってくださいね。半袖をなかなかしまいきれない。寒がりなんですよ、私は。寒がりなんだけども。だけどあれですよ、経済的な、私の経済じゃないけど、社会的な経済的な面を考えると、やっぱりある程度の例年通りっていうんですかね、寒さが来ないと、何ですか、経済が回らない、回りにくいって言いますもんね。昔はスタンドの人が、寒さが3日ぐらい、要するに寒いっていう日が続くと、皆さんがストーブを出すと、石油ストーブをですね。そうすると、こう、ストーブの、いや、石油の売り上げが上がるとかですよ。ここまっすぐ行きますからね。それとか、鍋物。やっぱりこう、寒さがやっぱり3日ぐらい続くと、鍋物があれして、で、一旦鍋物がこう、出てくると、次、そんなに寒くなくても鍋物がこう出てくると。で、鍋物っていうと、ほら、いろんなあれがあるでしょう。具材が。そうすると、魚とか野菜とか肉とか、あのあたりもこう消費量が増えるとか言ってましたもんね。ほんで、あれですよ。ですね、ここ左行きましょうかね。あれ、最近はほら、あったかいでしょう。それで昔は防寒着ですよ。最近はそのあんまり防寒着自体が売れないかもしれないけど、防寒着も、11月の末、少なくとも12月の中旬までに強い冷え込みが来ないとですね、まあ、鹿児島の場合だけかもしれないけど、もう一年、1月に入ってから急に寒くなってもですね、まああと2ヶ月ぐらいすると暖かくなるから、もう今年は、まあ年は明けてるんだけど、もう今年冬はもう防寒着は着らんでもいいかも、みたいなこと 言われて、本当防寒着を、何ですかね、仕入れて、いたのがもう全然このなんけ在庫となってですよ。ちょっと待ってね。全然その履けなかったとかですね、そういうのを聞いたもんですよ。それを言いたいぐらいね、あれだ。あ、ここ左行きます。
これはね、普通もルートじゃないんだけど、非効率的なルートなんですけどもね、たまにはね、こういうところも通っとかんとですね、いわゆる鹿児島の泥棒という意味でですね、泥棒、お疲れさーんってやつの泥棒です。で、この前ですね、ここ来たのはですね、私はここをですね、鹿児島本線って言ったけど違いました。鹿児島本線はずっと向こうの方で右折してますもんね、高見の方にですよ。で、ここは、指宿枕崎線と、その、あれで、ここはまっすぐ行きますからね。なんとかぶって、すいません、コメントをくださったんですよ。詳しい方はですね、というか関係者の方だったのかもしれませんけど、こう、柔らかく、ここはですね、あれですよ、っていうような言い方に聞こえる、いや、思えるコメントをいただいたんですけどもね。まあ、車庫みたいなもんですかね。すいません、違ったらまた。またやって、おいがちあるかどうかわからないけど、こん前コメントしたのにもう忘れてるよこいつはってやれるかもしれんけど、ですよ。もうですね、もう昔からですね、なかなかね、あれです、覚えられないんですよね。覚えない努力しましたからね、私はね。それがね、もともと覚えられないタイプの脳なのに、それに、何ですかね、輪をかけてですね、よし、俺絶対に覚えないっていうことにですね、したもんだからね、もうバッタイですよ。でも、趣旨は分かってくださいね。時々、さっきの、宮田通りからこう来た時にこう、あ、そういえばあっち、あの時こういうコメントをいただいたなっていうのがチラッとあれして、まあ流れによってはあっちに行ってみようかなっていう感じでしましたからね。自己弁護、自己弁護。はい、ここ左行きます。ここはですね、ここもね、コメントいただいて教えていただけたんです。ここはね、覚えてます、ついこの間ですけど、塗装立教、もって塗装という字はですね、なかなか難しいですよ、書けませんよ、なかなか使い慣れないですからね。字自体はそんなに難しくはないんですけど、日常的に使わないあれだもんですから、長渕剛さんがでも出られた、塗装幼稚園っていうのがあるんですけど、あそこの生徒さんたちはどうなんだろうか、まあ幼稚園生なんだけども、学校に行く前に先生なんかが、あなたたちは今あなたたちが通っているこの幼稚園を漢字で書けますか、みたいなこと言われるかもしれませんね。言ってほしいな。そうしたら、その、要するに塗装幼稚園あるあるでですよ。塗装幼稚園の園児は、小さい組でも漢字で塗装幼稚園って書けますっていうのがあるかもしれないんですけどもね。で、これあれです、単なる妄想。ちなみに左右はですね、鹿児島大学ですからね、鹿児島大学のね、横をね、もうここもそうですし、もう要するにずっとこの一区画左右、鹿児島大学って言ってもいいんですけどもね、正面からほら、と、あれ、映せれないもんだから、鹿児島大学っていうのをなかなか言わないんですけど、人によってはあれかもしれんですね。おまかせさんは鹿児島大学のそば全然通らないんだろうな、通らないんだよね、だって何も言わないもんって思われてるかもしれないけど、ちなみにここのですね、交差点名がですね、法文学部前です。法文学部前ってこれぐらい言ったんじゃないかな、
そしてですね、ここもそうですよ。この右手、附属小学校、どっからっけ？こっからか。こっからがあれですね、附属小学校なんだけど、なかなか紹介しきれんとです。正面から来ないですからね、あの道がないですからね。あるのかな？ちょっと今日は帰ったら、Google マップで、あの辺りの一方通行のあれを見てみます。もしかすると、この左側の鴨池から、ちょうどまっすぐ行ったところが、附属小学校の正面、正面玄関？正門前なのかもしれませんからね。そしてですね、こっちに来たのも理由があるんですよ。って言って、そんな大したりはないんですけど、こっからほら、今からこう登っていきますよ。まだですよ。はい、まあこの辺から。こっからですね、この陸橋。この陸橋はですね、中郡陸橋。まあ聞いてみれば、あ、そうだろうなってあれなんですけど、私がですね、勘違いとですね、早とちり、思い込み、なんかその3つのですね、相乗効果でですよ、ここをですね、別のあれだと紹介したりしましたけどね、中郡陸橋です。これこっちからの景色はそんなにあれないんだけど、向こうの上から、上はね紫原からですけど、あれはいいですよ。まあ、ここからのあれいいところはですね、ちょうど前にほら、ちょっと曇りと城がダブってますけど、マリア様の像がですね、マリア様はライトアップされるんですかね。あれです。純真学園のですね、あそこ純真学園なんです。で、このほら信号がですね、見てくださいね。鹿児島純真学園前って書いてありましたよね。右に行くとそうなんです。そしてですね、もうここは、あれかも。もう紫原地名はそうなってるのかもしれませんね。それで、私は信号目で一番好きなのはどこって言われると、ここですよ。一本桜。いいですよね。一本桜。黒田踏切と一本桜を最初に覚えましたがよ。そしてここがですね、紫原7丁目だったかな。ここあたりは今あれですよ、両サイドはちょっと何もないこう枯れ枝に見て見えるけど、桜並木が4月ぐらいは桜がこうパーってこう両サイドに広がりますからね。そして、あ、ここを左に行こう。枯れてはですね、今ほら信号が黄色になったからじゃないけど、ここ行きますね。紫原のメインの道路よりもちょっと一本こっち側に入ったところですね。紫原団地も歴史が古いですもんね。私なんかが小学校の 4,5 年の頃にはあれ紫原に住んでる同級生がいましたよ。こっからどうしようか。ここはまっすぐ行こう。ここはまっすぐ行きますからね。
いや、この茶色い建物は何だろうかなと思って。研修センターって書いてありましたがよ。ここ右行きます。左右確認。合間下校の時間ですね。左側にあるのはね、太陽紫丸天ですかね。今ですね、ジャパン鹿児島っていう方に、去年の10月、ちょうど1年前のですね、古い動画を、ノンストップ方式にして、要するにこういう信号待ちのところを切ってですね、上げてるんですよ。ちょうど1年前って。だから自分としては、1年前と今とこんなに違いますよっていう対比で見てもらおうと思ったんだけど、面白くない。自分で言ってあれですけど。季節の反対側をせんないかなっていうのを気づいてですね、左行きます。今、お任せテレビでこう実際上げてるのが秋なら、そっちのジャパン鹿児島にの方に上げるのなら、ちょっとな、これもあれですかね、鹿児島の、何ですか、日常的に渋滞するののなんかあれかもしれませんよ。だから1、2台車がこうちょっとあれしたら信号待ちせんないかんぐらいですね。でこうなると今ね後ろがね6台ぐらい並んでますからね。こういうのがこうちょこ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 っとしてあれで何かのこの渋滞の種になる時がありますからね。あ、さっきの話、ジャパン鹿児島の方はですね、ですからあれ、ジャパン鹿児島の方はさっき言ったみたいに全部この信号待ちをカットしたノンストップドライブ方式なんです。だからそのアーカイブ動画だけに限らず、例えばこの動画、今日のこれですよ、この紫原3丁目の交差点で、2信号を待ったっていうんですかね、こういう状況になった動画もですね、もう早めに、ノンストップ動画としてですね、ジャパンカボシュなのにパンパン上げようかなと思って。いや、もう上げます。っていうのがですね、結構そういう、あ、タクシーの運転手さんですね、君たち行きなさいっていうため、あれの、あれだったんです、ライトだったんですね。優しいですよ、鹿児島のね、運転手さんはね、あれとしてですね。やっぱまあ、タクシードライバーだったらそのプロだからって言われるかもしれないけど、それとは別にですね、何ですかね、怒鳴るような人はほとんどいませんからね。大体が「あ、いや、行け行け行け」言葉交わしませんよ。言葉は交わせないんだけども、大体素振りで分かります。たまには私なんかもよくしますけど、運転席からこう手で「どうぞ」ってこうするんですよね。そういうパターン。ほんで、まあ業務連絡みたいになりますけど、これからはですね、歩き取りが多くなります。鹿児島紹介するんだったらですね、やっぱりね、歩き取り、天文館あたりをこう電車通りあたりを通るときに、このサムウェ
るじゃなくて、タイトルとか説明文のところに天文館ってこう入れてもですね、ピュアって通り過ぎだけですから、10秒もかかりませんからね。だから天文館って書いたら、やっぱり天文館をじっくり見せるという感じで行くと、やっぱりあれですね、歩き取り。まあ寒くなりますけどね。まあほら、私にはこのヒートテックっていう強い味方がいますから。もうそれで、それを記載すればいいですからね。ですからドライブ動画を楽しみにしていらっしゃる方からすると、って思われるかもしれませんけども。その時は過去の、あれを、まあ見てくださいね。やっぱ鹿児島アンダースだけにはね、さっきと同じ重複しますけど、じっくり歩いて、見てもらうっていう感じがいいですね。ちなみにね、別動画で言いましたけど、ちょうどほら、電線に黄色いカバーが巻きつけてありますよ。多分これはね、多分だけど 95% は間違いないと思うけど、ここの電線をですね、地下に埋める、なんていうんですかね、その準備だと思いますがよ。そしたらまたこの辺りがすっきりした風景になるかもしれませんね。この左側、ここはね、左右が国道225号線なんですけど、これを左側にね、500メーターぐらい行ったとこから向こうの方はですね、いわゆる、電信柱がないんです。まあ、それは最近気づいたんですけどもね。少しあれですね、曇ってきましたね。これから左行きます。どこ行くか分かったでしょう。そうです。またハンズマンですよ。いや、多いですね。一頃はですね、北山の方が多かったけど、最近はまたハンズマンが多くなりましたね。ちなみにここまっすぐ行くとですね、400メーター、500メーターぐらいですね、マリンポート鹿児島。あ、この前ですね、マリンポート鹿児島で久しぶりにクルーズ船の撮影をしましたがよ。まだ編集してませんけど。はい、ということですね。この動画はハンズマンの駐車場でお開きになります。ありがとうございました。